天王寺尾根とは、丹沢山地中央部の丹沢山付近から東側に、伸びる、約4キロメートル、高低差約1100メートルの尾根である。日本百名山の一方である、丹沢山への最短登山ルートとして人気がある。林道の分岐。左が、元谷林道で、右が、円水林道。天王寺尾根の枯れ、鎖場天王寺尾根の木道天王寺尾根の登山口は、 県道70号線の塩水橋である。塩水橋までのバス便はなく、マイカー、またはタクシー利用となる。塩水橋から元谷林道のゲートをくぐり、400メートルほど進むと林道の分岐がある。ここから左へ行くと、元谷林道、右が塩水林道である。どちらに行っても尾根に取り付くことができる。ここでは両コースについて説明する。 こちらは尾根を長く歩くコースである。林道の分岐から、元谷林道を25分ほど歩くと元谷橋の前に着く。橋の前から尾根への登山道が始まる。2時間20分ほど登ると、円水林道コースと合流する。この分岐から少し歩くと、尾根唯一の危険箇所である、ガれ、鎖場がある。ガれ場周辺は土壌流出が年々進んでおり、 整備された階段の杭がむき出しになっている場所があるので通行には注意を要する。ガレ状を過ぎると植生保護の木道が敷かれたブナバヤシ帯の登山道となる。夏にはブナヤシ一帯の臨床が倍計層で覆われる。ミ分オネと合流し5分くらい歩くと広い山頂の丹沢山に着く。コースタイムこちらは林道を長く歩くコースである。林道の分岐から 円水林道を60分ほど歩くと、林道終点への近道入り口がある。この近道を利用すると、林道で林道終点まで行くより10分ほど、時間短縮ができるが、急な登りで体力を要するため、あえて林道を歩く登山者もいる。林道終点からは、緩やかな杉林の登山道となる。15分ほど進み、杉林から紅葉樹林に入れ替わるところが、 道平分岐である。道平分岐から少し進み、枯れ沢の堰を渡って50分ほど登ると天王寺尾根に出る。ここから山頂までは上のコースと同じである。コースタイム天王寺尾根周辺の地図。オレンジが天王寺尾根登山道で、緑は他の登山道。ありがとうございます。